次はですね、JavaScript の方で実際このボタンを動かせるようにしたいと思います。そして、自動的にもですね、こちらの写真を3秒ごとにこう変わるようにも設定していきたいと思います。そちらはですね、JavaScript の方でやります。次は JavaScript の方に移りたいと思います。こちらは CSS の方も終わりました。次、JavaScript の方ですね。JavaScript の方でコードを書いていきます。まずはですね、変数で let current index 現在のインデックスを0だとします。0にします。次はですね、ファンクションの方を変えていきたいと思います。ファンクションの、ソースライド。で、こちらはインデックスで、まずですね、const スライダーイコールドキュメントドットクエリセレクターで何を選択するかと言いますと、スライダーの方を選択します。で、次に const スライスですね。スライスの方はドキュメントドットクエリセレクター、こちらはドットスライドですね。今、スライダーとスライドの方を選択して、次は const total slides イコール slides ドット length スライスドットレンズですね。にしたいと思います。で、次にですね、if else condition を書いていきたいと思います。if index is less than 0。0より小さいですね、少ない場合は、current index イコール total slide マイナス1。次に、else if で、もしインデックスはですね、トータルスライドより大きい、もしくはイコールの場合には、 current index を0にします。で、さらにそれ以外の場合ですね、 else の場合、 current index イコール index にしたいと思います。で、if else condition を書いた後にですね、こちらで実際表示させれるように、また const の方から書いていきたいと思います。const translate value イコールマイナス current index かける100パーセントですね。にし、ドットスタイルドットトランスフォームですね。トランスフォームイコール translate
X の、プラスですね。プラス、translate value プラス、こちらにし、次はですね、next と previous slide を押したときの、ファンションですね。の方に移りたいと思います。ファンションの、previous slide。押したときに、show slide。どのスライドを見せるかというと、current index マイナス1。で、次に、ファンクションのネクストスライドを押したときには、ネクストスライドを押したときには、ソースライドの、カレントインデックスプラス1。これを保存し、一旦戻ると、このような形ですね。今、ボタンの方を押すと、このような形ですね。動かせることができました。次に、自動的に表示されるようにしたいと思います。そのためには、セットインターバル、セットインターバルの、ネキストスライドですね。ネキストスライドを3000ミリセカンドにすると、3秒ごとにですね、こう変わること、変えることができます。今すると、このような形ですね。3秒ごとにスライドが変わるように。今ですね、スライダーはこちら、イメージないスライダーですね。イメージがないスライダーも表示されているので、これ JavaScript の方にですね、どっか、おかしいかちょっと見てみたいと思います。ここに、クエリセレクターがあって、次はスライドの方はですね、こちらはドキュメント .querySelector だけじゃなくて、 querySelector の all にしたいと思います。 all にすると、このような形でですね、 querySelector all で、こちらのスライドクラスがあったですね、こちらのスライドクラスがあった、写真ですね、こちらの div だけを表示させるようにできました。失礼しました。ということでですね、今回は、こちらのですね、HTML、CSS と JavaScript を使って、このようなですね、イメージスライダーを作ってみました。僕もまだまだ、学習中ですね。僕もまだまだ、勉強中ですので、これからですね、また、いろいろ学んで勉強になったことなどあれば、皆さんにまた、動画で共有していきたいと思います。はい、最後まで動画を見ていただきありがとうございます。初めてこちらのチャンネルでこの動画を見ている方は、ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた、次の動画で会いましょう。バイバイ。